ダッシュでごちそうも武田でございます。刻んでいこうぜ。肘と肘合わせて、肘合わせてグボグレーンズ。ちょ、もう一回やっていい？寿司マシの甘いもん食いまくってカーボローディングしたら40キロ走っても全然疲れない説。これただの対馬の PR 動画です。言うな。対馬の PR 動画あるよ、お仕事あるぞみたいな時に、対馬行ったことないって俺すげえワクワクして、対馬って違う方の対馬かと思って、はいはいはい、愛知ってなってしまったんで、ドーンってなって、ドーンって言うな。言うなって本当に怒られる。愛知県の方の対馬、この対馬にまつわる重大人物お呼びします。神野大地。おー、おー、おー。いや、なんかそのオープニングうまいっすね。いやいやいや、どこがやねん。神野大地選手の育った地ということ。おー、はい、そんなことよりさ、アジア黒缶お疲れ様でした。そうだね。そうだね。アジア黒缶2日後に撮ってます。それで今日走らせんのマジで申し訳ない。ちょっと質問いいっすか？はいはい。対馬って本当聞いたこともなかったっすか？本当に。そうですよね。僕もここで育ってますけど、はい、全然知らないです。待って。高校生ですよ。はい。で、やるようになって、はい、ちょっとまあ勉強して、ああ、なるほどなるほど。意外と島こういういいとこあるじゃん、うん、みたいな感じです今。まあ、あと今ここ、うん、場所ですよ。天皇川公園っていう場所でして、ここは夏に天皇祭りっていうのあって、20万人来るんですよ。20万人。天皇祭り。全国的にもすごい有名な祭りです。今これ工事中なんですけど、ちょうどここの内側にターター引かれる。見えます？カメラで。ちょうど工事中。です。なるほど。タイトルとサムネが40キロ走ってなってますけども、うんうん、まあ、せっかくね、あの泊まりがけで対馬に来てるということで、はいはい、2月26日のサンシャインマラソンからいろいろありまして、ちょっと練習がまあできなくなってしまった、うん、一応復帰練も兼ねて、神野くんの EM イージーペースの15キロ走とイージーモデレートです。イージートゥーモデレートです。イージートゥーモデレート。心配に刺激を入れて、すしましの甘いものを食って明日の40キロに備えていく。多分ヨシキさんなんかもうその栄養が足りてないよって言ってるんですよ。僕らって結構走れる時って足見ると輝いて見えるんですよ。ヨシキさんの足ってまあ絞れてはいるんですけど、長距離の足はしてるけど、なんか栄養がなんかないんですよね。栄養が足りてないんですよね、うん、そうですね。今日の練習しっかりこなして、はい、明日に備えていきましょう。行きましょう。参りましょう。ダッシュで行こうぜ。何週間ぶりのラン。多分あのサンシャインぶり。サンシャインから3週間経ってないって。じゃ行きます。15キロ、よーい、スタート。いってらっしゃい。15キロ始まりました。ということです、ちょっと工事中でね、今見栄え悪いんですけれども、神野さんのお話もあった通り、タータンができたり、中にスタバができたり、15キロしっかり頑張ってもらいたいと思います。頑張れー。これがね、完成図のようです。めちゃくちゃ綺麗になりそうですね。完成していくようです。よしきさんの会話が少なくなってきました。数があと何キロ？あと10キロ。ヨシキの顔色ちょっと悪そうだもんな。ちょっときつそう。大丈夫かこれ。明日40キロ本当いけんの？ヨシキさんきつそうじゃない？そうじゃない。これは飛びではない。イージーランじゃない？行きましょう。参りましょう。あと何キロですか？あと3弱です。3弱、頑張ってください。どんぐらいのペースまで上がってるかちょっと楽しみですね、聞くの。まあとりあえず こなすでよかった。こなすって言っていいのか分かんないけど。あー、最後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 、頑張れ頑張れ。おー、お疲れ様でーす。イージーランって聞いてたんだけど。粘ってました、ね、結局これどのぐらいまで上がったんですか？ずっと50ギリぐらいですね。3分50ギリぐらい。ヨシキの従来のフルマラソンペースより遅いでしょこれ。ジョグって聞いてて、ジョグからのこれはマジきついて。めっちゃきつかったけど、トップアスリートのジョグを経験できるっていう経験。何っつった今。いい練習できました。お疲れ様。明日40キロ大丈夫か？絶対できないだろ。ダッシュで行こうぜ。今練習終わりまして、これから対馬の甘いものを食べにエネルギーを補給しに行きます。結構練習頑張りましたもんね。めっちゃきつかった。あれきついのいいんですか？実践レベルで。まあ本当は良くないんですけど。合宿なんで根性を感じましたね。俺の目的としては、まあ、心肺機能をある程度戻すっていう目的もあったんで。毎回戻してるじゃん。落とさないよ、落とさないようにした方がいいんじゃないですか？戻す企画しかやってないからね。よし、甘いもの食べれそうですか？あ、大丈夫です。まだやっぱ追い込まれてないですね。本当に追い込まれてたら食べれないんで。最初は何屋さん？最初はシフォンケーキ屋さんです。シフォンケーキ。対馬のシフォンケーキ、はい、有名なんですか？有名です。
さあ着きました。旅ロケみたいになってる。旅ロケなのよ。カメオくんのこの地元街並みすごく良くない？そうですね、なんか江戸時代ですね。今日はあの対馬の名物と言われるスイーツ3つ僕ちょっとお店紹介したいなと思って。じゃないとカーボローディングなんないからね。なるほどね。着きました。麹屋さんシフォンケーキ。絶対美味しいじゃん。こんにちは。甘いもの、当店の甘いもの、こちらのプリンも。プリン、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 プリン食べたい。プリンもじゃあシフォンケーキも食べましょう。こっちも行きたいね。ダッシュで行こうぜ。後ろにあるシフォンケーキです。シフォンケーキ、はい。これわーすげー素敵。僕紅茶味です。女性に大人気。これがプレーン、ノーマルです。おー、ノーマルですね。誰が一番食レポうまい選手権やる。おお。それではじゃあ僕から、僕がいただくのは紅茶味、女性に大人気。いただきます。紅茶の味がすごい。見た目からは感じ取れない紅茶がふわってこう口の中に広がる。すごい柔らかくて甘さも程よくある。すごく美味しいです。はい、何点？え、5点中。5点中4点。おお、結構うまくなかった。そんなことないです。2点。え、2点。いただきます。はい、うまい。うん、うん。お、あ、もう一回。うん、うん、うん、もう一回いって。もう一回いって。なるほど。うん、何点ですか？よーる。最低だ。いや、本当に美味しくて、僕の好きなのはクリームですか？ちょっと冷えてるんですよ。冷えてるのがめっちゃいいですよね。外の生地と中のこの冷えてるクリームのいい感じの、そのなんか生地のあったかさじゃない。わかりますよね。めちゃくちゃわかる。わかりますよね。ミックスがめっちゃうまい。そうそうそう、なんか、今のは何点だと思います？リアルに2点。対抗してきた。4点ぐらい上げちゃう。うまかったよね。まあ確かに食べたくなってくる。あ、じゃあすみません、僕はプレーンですね。普通はさ、プレーンを最初に行くんです。口に入れた瞬間、ドラえもんがいました。ドラえもん。ドラえもん食べ終わって。そうなんですけど、シフォンケーキ食べてる時はさ、熱くないんだけど、食べ終わった後の充実感いいっすよね。確かに確かに。なんかもういいやってならない、また食べたいっていうあの充実感。ああ、くどさがないんですよね。そう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 。麹使ってるから砂糖の変な甘さが強くないから、それがさっぱりした甘さだし、はい、またいいこと言っちゃった。プリン、いただきます。うまい。ツヤツヤですよ。これシューズレビューでもしてる。いただきます。マジうまい。何全部取れちゃう。何が全部食うね。うまいからだろ。食べけん、食べよう。ちょっと食べ終わっちゃったんですけど、もう一個もらって、もう一個もらっていいですか？やっぱ麹がいいっすね。うん、いいっすね。いや、本当に美味しいわ。ちょっと熱いお茶とかもらっていいですか？はい。はい、冗談。美味しかったっすね。うん、回復しましたね。これは本当に回復しました。ダッシュで行こうぜ。絶対あと20分後に絶対。なんで来てないんですか？サミオくんが小学校からずっといる街ってことやって、はい、じゃあもうこの道はもういつもの風景みたいな。全然知らない。2軒目はじゃあ楽だった。おお、かちゃさん寒くないですか？言われてる。早速言われてる。もうやめろって、お前靴取りはいらんねん。あ、いらないのか。ネギクッキーいただきました。ありがとうございます。すいません、本当にありがとうございます。どうぞどうぞ。いただきます。はい、どうですか？うん、あー、チーズタルトって結構甘さが強かったんですよ。酸味がある感じのチーズケーキだった。僕もそっちのさ、チーズケーキの好きだな。コーヒーがあったら最高。そうですね。まあ甘さ、だいたいコーヒー合うだろ。はい、チゴタイプです。オッケー。はい、オッケーです。さあ、食レポさせる気ある？寒くて。言うんだよ。粒あんがちょっと横に入って、なんかいちごそのものも楽しめるし、粒あんと一緒に食べても美味しいですし、これ本当に中学生まで一番好きな食べ物なんですかっていうと、いちご大福って答えた。山形にも美味しいいちご大福屋さんあって、いちごが美味しいとさ、映えますよね、その味が。なるほど。本当に、うん、うまい。食レポうま。食レポうまかったっすね。4.5。4.5っす。こんな感じでいただきます。一口ですか？なんか、うん、甘くない。待って待って待って、名探偵かも。甘いんだけど、甘くない。いや、甘いかもしれない。すごくない。バームクーヘンってそもそもしつこくないじゃん、甘さ。まあ、そうだな。
すいません、お茶もらっていいですか。ないないですよ。じゃあ、何件食べて。何ですか。また何件最後に。そんなことある。口の中で広がりますね、まず、うん、で、チーズ、ケーキの味と、うん、間に入ったブルーベリーの味、そして下に入ったシャイ飲みたくないですか。飲みましょう。え、飲みたい。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。どうもどうもありがとうございます。僕はコーヒーのホットで。チャイ関係なくなってますね。せっかくなんだよね、チャイ。よしきさん何にしたんですか。僕はコーヒーのホットで。さっきの店終わりましたけど。めっちゃ買っちゃいました。キャンドル年上も買ったんですけど、僕がお金ないんで買いませんでした。あ、そうなんですか。ダッシュで行こうぜ。最後のお店はすごい硬いお菓子で、まあ、津島で一番有名なんですよ。もういろんなテレビでも紹介とかされてて、全国的にも結構有名で。じゃあ行きますか。じゃあ行きます、はい、こちら来ましたね。お、着きました。はい、赤田屋製筆さんです。ごめんなさい、いっぱいいる。たくさんいます。いいですか。僕はもうこれ何回も食べたことあるんで。いっていいですか、我々二人いってもらっていいですか。いただきます。おお、え、すごい、ゆしき。うん、硬いですよね。ちょっと癖になる味ですね。そう、癖になるんですよ、これ。だ、止まらなくなるんですよ、みんな。 AMSR って匂う。本当に美味しい。あ、俺これ好きです。うん、なんで上から別に。次は、すみません、もっと硬い、はい、え、もっと硬い。次が一番硬い。えぇ、次が日本一。次は、赤田です。赤田何が入ってる。ごま、ごまですね。お、無臭です。名探偵が見せた。うん、めっちゃ硬い。硬っ。一番いる。なんかちょっと味がごませんべいみたいな。ごま入ってからな。それでお茶とかあります。ダッシュで行こうぜ。今日は津島市呼んでいただきありがとうございます。カントゥーや。すいません、乾杯。あ、コーヒー牛乳我慢した甲斐があった。うまそう。うまそう。これがもろこ寿司。もろこ寿司。もろこという。いただきます。もう一口。甘い。甘いんだ。甘いとか。あの。福山に的な。カメさん、これ帰ってくるたび食べるんですか。初めて。最初とか。あと多分次、これ。美味しそう、めっちゃ。うん、めっちゃ美味しそう。島のルビー。ということで、メインですね。検証。前日カーボローディングして。かわいい。メイン企画、カーボローディングめちゃくちゃしたら40キロ走どうなるのかというところなんですが、サブ検証。そもそもよしき、キロ後で40キロいけない説。自分が集中した状態ですらキロ後で40キロ押せるのか押せないのかっていうのをちょっと気になる。ちょっと待ってね、タムケン、40キロってさ、キロ後で押すとするじゃん。それ集中必要なの。いや、いらないっす。普通そうじゃん。おはようございます。よし。今日40キロ、キロ後ぐらいであるじゃないですか。はい。そっち集中必要ですか。集中はいらないです。楽しく、もういろんな会話して知りたいっす。あ、なるほど。これで本当にダメだったら、よしきひたすら時間走してればいいってなるし、神尾くんの地元を走りつつ、検証していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。神尾さんのアナザースカイそうですから、今日。確かに。地元はめっちゃ狭いんで、半分この天皇側になります。ルール。ルール何？ヨシキの体に異変が起きた時点で即終了です。20キロ以上は行ってください。この練習にもならない。さすがに行くでしょ。さすがに30走れれば本当にいいなって。でまあヨシキさんが40行けるんだったら、まあ40ぐらいでね。よろしくお願いします。はい、行ってらっしゃい。始まりました、40キロ走、頑張れ。あれ、何キロ中ですか、神田さん。
13キロ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。ガチめでヤバです。え、同じメニューしてます本当に、はい、大抵25はいく。さすがにいくでしょ。さすがに、まあ街行かないといけないのに、街行く前にもう終わりそう。40は、今日絶対に。だって気温上がるんだよ、これから25まで行ったら、うん、足の状態説明して、すいませんっていう。これも使います。リアルにね、もうね、ベロベロ。何がベロベロ？裏。いや、ちょっとね、不整地でアルファフライでやってしまった僕のミス。気持ちだけだね、やっぱ。いや、完全にかばってるけど。かばってる。かばってるよ。楽しいですね。いや、気持ちよさそう。タミヤさんのジョギング見てると楽しそうと思う。ヨシキのジョギング見てるとやりたくなくなる。市民病院があるんですけど、完全に市民病院行きたがってる人一人いるんですよ。ゆつきさん、本当に辛そうだし、無理は絶対してほしくないんですけど、旗から見てるとめっちゃ面白いです。まあ信号のとこはこうやって止まってるんですけど、今何キロぐらいですか？今、14.7。 おなんかでかいのある。吉津屋、はい、なんか何でもパークですか？映画館、東方シネマで入ってます。おー、入ってますね。ん、何、はい、何、はい、何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 、ちょっと、いっちゃ自分の口でいいな。4分38。僕の親も言ってましたよ。お母さんが、なんで言ってました？よしき君、頑張ってるからすごく好きって。よしきさんと武田さんどっちが好きって言った。よしきさん。おー、それ武田さんの話一回もない。おい、俺結果出してんのに。おかしいよこの世界。マラソンなんですよ。マラソンか、この世は。マラソンでも結果出して、結果出して。毎回これやるけど、止まるために。もうちょいやって、もうちょいやって、もうちょい。4分30まで上がってるよ。4分半まで上がってる。だ、言わないと自分で。いいな、カミノ君。じゃあ5分切りぐらいで。カミノ君マジでもう6分ぐらいで走ってる感じ。6分じゃねえ。ほら年上なんだよ。じゃあここが思い出の野球場ですか？はい、思い出の。ああ、何も見えない。挟みたい。挟もう挟ませてって。挟ませてくれ。公園挟みます。おお。いけちゃうんですよ。じゃあやってみてください。一番痛い。東公園終わりっす。カメさん、東公園の思い出、野球以外でありますか？野球だけっす。もうずっと野球しました。なるほど。ダッシュで行こうぜ。わかる、みんな。ヨシキは足が痛くても金のために走ってんだよ。痛くても止まらねえんだよこいつは。それはなぜか、お金だよ。 PR するって決めたんだよ。そう、え、見てください。何、この広大な景色。お前、これは今までで結構下の方だぞ。ここっす。うまいラーメンショップ。マジうまいっす。もう並んでますよ、だってこれ。え、そう、まあ、並んではない。昨日もコーヒーで行ったんですけど。あ、行ったんすか、はい、僕がお昼時行った時は12人ぐらい並んでました。あ、マジっすか。人気なんや。超人気です。ミュージックスタート。桜吹雪の荒いよ。そうね。ハハ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 ハ。諦めた神野さんのこの「そうです」は聞いたことないよ、多分視聴者も喜ぶと思う。じゃあ行きますか。じゃあ一周、はい、一周とりあえずここ行きましょう。1キロ TT 行きまーす。行きます。おお、いっそと。すごく短く感じる。21キロ。いくつでしたタイム？1時間44分。おお。あー、でも俺の足よく頑張った、よう思った。そういう回じゃないって。だからダッシュで行こうぜ。まあ天皇公園に帰ってきました。
やったー、ゴールでいいんですか。28キロ、28キロいった。この足でごめんなさい。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。はい、ということで、今回の動画、対馬の街をジョギングしようっていう内容だったんですけど、どうでしたか。一部一部企画変わって、どうでした。まあ、本当僕が紹介してるところは一応紹介できたんですけど、うん、すごく自然が豊かで、で、風もめちゃくちゃ心地よくて、すっごい楽しいジョギングでした。この動画を見て対馬行きたいよって思った人はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。